全部間近で行けるんです。はい、素晴らしいですね。そこだけですよ。はい、いや、本当に素晴らしいですね。早い段階で勝負どころが来ていたことに、まあ、対局中になかなか気づけていなかったといいますか、早い段階でそうですね、差をつけられてしまった一局でしたので、まあ、そこは今回はやっぱり意識する反省点になるかなと思います。まあ、本局に向けてはそうですね、と、まあ、他の公式戦がその間にありまして、まあ、そこで一つ白星を挙げられましたので、まあ、あのいいコンディションで入れていると思っていますし、まあ、あの第2局以降は、戦後もはっきり決まっているところなので、より意識して研究するというところになりました。斉藤さん、まあ、先手番の勝率は後手番に比べて高いという印象があるんですけども、まあ、この対局戦での先手番というのは斉藤さんにとってはどのようなものでしょうか。そうですね、と、まあ、あのおっしゃられた通り少し後手番に課題は大きく感じていますので、まあ、故に先手番は自分の中のウェイトとしては、まあ、大きくなってしまうところなんですが、まあ、それほど意識しすぎずといいますか、まあ、今回からそのどちらか決まっているというところで集中して研究はまあしやすいというところなのかなと思います。先手番ということで、もう先方はもう決めて、ある程度決めてきたんでしょうか。そうですね、と、まあ、番勝負が始まる前に、まあ、いくつか作戦を考えてきて、まあ、どれから指していくかっていうところで、まあ、当然、はい、現状では決まっているんですが、その一つを、まあ、させればといいますか、まあ、どうなるか分かりませんが、一応、はい、予定はあるというところです。今回この石川の対局どうですけど、石川県は来たことはあるんでしょうか。あ、もう本当に物心つく前にしか来ていなかったようなので、本当に新鮮な気持ちといいますか、まあ、ほぼ初めてという、気持ちでやってまいりまして、まあ、大変楽しみにしているところでした。物心つく前というのはいつぐらいに。そうですね、と5歳とか4歳とかそのふうに聞いているというだけで、本当に初めてと言ってもいいのかなと思います。この金沢にいらっしゃったことが。そうですね。その際にあの西川を、母と共に見ていたというふうには聞いているんですが、まあ、あの改めて来られたので、まあ、感慨深さもあるといいますか、さすがにちょっと記憶は5歳4歳なのでないんですけれども、それもあって、はい、楽しみにしていました。じゃあ縁があるって言ったら変ですけど、そうですね、まあ、これを言っていいのか分かりませんが、あの母が昔住んでいたというふうに聞いていまして、それもあって、はい、少し縁を感じるといいますか、はい、埼玉のあたりでなくて金沢市内に、いえ、西川のそばだったというふうに兼六園とか、はい、西川のあたりと聞いていましたので、はい、縁は感じるといいますか、まあ、感じられてるかなと思います。まあ、2局目ということで、まあ、ここを落とすとちょっとかなり苦しく、スコア的に苦しくなると思うんですけども、この2局に向けての抱負をお聞かせください。そうですね、と状況としては、やはりこう一つ落として迎えていますので、重要局というのはもちろんなんですが、まあ、そうですね、1局目は力みもありましたので、まあ、この金沢の素晴らしいこう風景や、まあ、温泉でリフレッシュして、行きまず自然体で平常心で臨むというところを意識しています。ありがとうございます。
最後まで聞いたんですけれども、はい、お母様から何か今回の対局の最後の企画でということで言われたことはありますか？まあ羨ましいというか私も前行ってまた行きたいなみたいなところはあると思うので、そうですね、シリーズが終わってまたプライベートでも来られたらいいのかなと思っています。また一緒に。そうですね、それは一番いい形かなと思います。ありがとうございます。他いかがでしょうか？ありがとうございました。明日はよろしくお願いします。この後ラウンジで記念撮影をしていただきますので。はい、斉藤先生お願いします。